岡崎を3月27日から2018年3月31日は、日本の政治家、大倉官僚、神奈川県知事、環境事務次官等を歴任した、神奈川県出身、神奈川県立湘南高等学校、東京大学経済学部卒業、1954年、大倉省に入省し、銀行局審査課に配属される、入省同期には、久保田博 矢沢富とみたろう、吉田正樹らがいる。後に、環境庁へ出向し、企画調整局長を経て1986年に、環境事務次官に就任。退官後は資材を投じて、財団法人地球、人間環境フォーラムを設立。理事長に就任し、地球環境問題に取り組む。1995年、引退する、長須十二神奈川県知事の後継候補に、 名前が上がり、日本共産党を除く、与野党各党や連合神奈川の推薦を受けて、神奈川県知事選挙に出馬し、初当選を果たした。当時、神奈川県の財政は後期20年間の革新建政により逼迫しており、大倉官僚出身である岡崎に白羽の矢が立った。知事就任後は、神奈川県の困窮した財政運営の舵取り、 および財政再建に向けて、自身の知事給与や退職金の大幅なカット、県職員の定数、県の組織数、県債の発行額の3つの削減目標を掲げる、等、徹底した行財政改革を推進したほか、PFI を全国で初めて公案、実施して民間から資金を調達し、赤字転落を回避する、等、神奈川県の財政危機を食い止めるために尽力する、 財政再建の手腕が評価され、知事在任中は地方文献推進委員会委員にも推挙された。在任中、東京都、神奈川県、埼玉県の1と2県による首都圏連合の構想に加わる。この構想は、公認の松沢成文神奈川県知事及び土屋の公認である上田政二埼玉県知事にも継承された。環境立憲を標榜し、 神奈川県環境基本条例の制定や国の地球環境戦略研究機関の県への誘致、水源環境保全のための新税導入の方向をけ、等、環境庁での経験を活かした環境政策に力を入れた。さらに全国で初めて NPO やボランティアの支援の拠点を整備し、神奈川ボランタリー基金21を創設する、党、共同の時代の幕開けを主導。 2001年にはテレビ神奈川の経営権を県から神奈川新聞社に譲渡した。岡崎県政の下では神奈川県議会は事実上を売る与党体制であったがディーゼル社のハイガス規制の導入等をめぐって議会に対して圧力が生じたため2003年の知事選では参戦を目指さず知事を退任した。その後は特定。 非営利活動法人 NPO 情報セキュリティフォーラムを設立し、理事長に就任。2016年まで横浜新都市センターの取締役会長も務めていた。2018年3月31日11時54分、老衰のため、神奈川県藤沢市の介護施設で死去。86歳没。2005年7月7日、藤沢市内の公園において、妻、 長女が飼い犬の散歩中に揃って落雷に愛死亡する不幸に見舞われた。その犬は一時行方不明になっていたが、その後帰宅した。家族は他に長男がいる。ありがとうございます。